あれ今日の唐揚げ少なくないか。なんでかわからないけど最近冷蔵庫の食べ物がなくなるのよね。あ、トイレ行ってきます。何してるんだ君は。謝らない。やってないので謝りません。いい加減にしろ。最近うちの冷蔵庫も食材がたくさんなくなるし君のせいだろ。僕じゃないです。逆に謝ってください。なんだと。うおー、あれ痛くない。いい加減怒ったぞ。あなた、それは危ないわ。うおー、ちょっと待った。お母さん、ずっと見てたらむちゃくちゃしやがって、うちのやれさんになりせなよ。さあ、やめちゃん帰るわよ。ちょ、お母さん、ありがとう。いいのよ、そんな時期もあるわ。それより、夜ご飯いただきます。あれ、意外と栄養バランスがしっかりしてるな。ちゃんと考えてんのよ。それにいつも殴ってんのもあんたを鍛えるためなんだからね。え、お母さん。やねちゃん、そしたらもう寝るわよ。あの一家にはもうコリゴリだよ。そうね。てか聞いた、ちゃんとおもちゃ片付けたの？うん、片付けたよ。じゃあごちそうさま。やっぱり